疲れ様です。スノボでロックフェスティバルも残り2バンド、関西学院大学から最後のバンドです。ミッシェルがエレファントのコピーで、バンド名はちょっと読み方わからないんで、はい、ミッシェルがエレファントのコピーです。どうぞ。あのよ、ミッシェルって聞いたらよ、すげえくせえバンドだと俺思ってたんだよ。で、俺たちはコピーしようと思ったわけ。でもよ、難しいじゃん。わかるだろ、このテンション。全然一番にならねえんだよ、俺は。だからよ。アイバーディー、張り切っていこうぜ、ベイビー。あー、いいですね。ボーダー越えてますね、皆さん。あ、いい感じにボーダー越えてますね。あのよ、ノーボードロックフェスティバルだと何バンド？俺たちこれだって2バンドしかない。あ、わかる皆さん、俺たちの使命って1個だけやねんって。最後のバンドのためにこの会場をマックスまで上げていこうじゃないかー。トライしていこうよ。早速いこうか。1曲目はウエストカムラー。
MC と思いつくもんなんですけど、いろいろボン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 、僕前、ね、サークルのやつで喋りすぎてね、出演時間が引きつ短くなったっていうか、まあことだったんですけども
そうですね。あ、そうそう、だから先に決めとくんですよ、言うことはね。そしたら時間間違えないと。で、次あ、このとこにハンドカルあ、感じなんですけどあるかな。あ、なるわ、なるけど滑り悪いな、ちょっとこれ。じゃメンテナンスいるかな、ちょっと。じゃメンテナンスしますね、じゃメンテナンス。あー、これでいきますか。わかる、この滑らかさ。じゃこれの習得に3週間かかったからな。わかります、ほんまに。いや、これをしんかったらもうキャンディハウスできないよね。うん。さて、キャンディハウスやるときなんて言ったっけ。忘れた。ごめんごめん。
感じに温度が上がってきてるね。最高のボタンだと思うよこれは、うん、聞き取れたみんな早口すぎてな、滑舌悪すぎてみたいによく言われるんですよね。僕今のやつあんま聞こえなかった。あ、聞こえてないか。やっぱり寂しいな、はあ、さてとさあ、もうあるやつやな。残り15分もあるけど、スピーディーな番だよね。うん、はあ、なってない、なってない。ちょ、もっと味わうような音楽したかったね。うん、超出んのよって言ったというふうになるわけですけど、やった。まあこのままね、最後に気温を上げてきたと思うよみんな。何がいいかな。でも選曲なもう決まってるよ。ずずしいじゃん、しらじらしいね。あ、しらじらしいけどね。あ、なんか何しようかな最後の曲。ちょ、思いつかんな。ちょ、どうしたんや。ジェリーはどこだI'm gonna be a little bit